if this round or next, because... 超過6カウント、公式量は110パウンド、タイ王国出身、タイ王国ライトフライ級チャンピオン、ヤオラちゃん、ジュアタナ。タイのミニマム級とライトフライ級を制した2階級王者、ガオフラちゃん、チュアタナ。タイの実力者を相手に井上尚弥は左手一本で戦うと、それをテーマに挙げました。怪物井上尚弥の第2戦、50キロ契約級フライ級での8ラウンドです。日本最短6戦目での世界王座奪取を狙う井上尚弥のプロ2戦です。試合開始のゴングが鳴り響きました後楽園ホール。2013年のボクシング界の幕開けはこの怪物井上尚弥のプロ第2戦です。赤いグローブに赤いトランクスが大橋ジムの井上尚弥、19歳、ボクシング界の超新星。そして黒いトランクス、青いグローブ、タイのガウフラチャーン・チューワッタナ。ミニマム級とライトフライ級、タイの2階級を制覇したチャンピオンです。左ジャブ飛び込んできたガウフラチャーンです。解説は元WBA 世界スーパーバンタム級チャンピオンの佐藤修さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの注目の井上の第2戦、どんなところに期待されますか？右ストレートを打った井上です。そうですね、やっぱりスタイリッシュなボクシングと、軽量級とは思えないパワーを持ってますからね、はい、非常に楽しみですね、はい、今日は50キロ契約級、フライ級に相当するこの階級での第2戦です。ダリック前出てきたガオフラちゃん、今日は八重樫明が半年ぶりの再起戦にも上がるリング、その八重樫と同じ50キロ契約で今日はリングに上がる八重ジャブ、井上です。フックを見舞っていきました。井上左フック当てた、飛び込んできたガオフラちゃん、リングの中央で揉み合い、右アッパーを当てたガオフラちゃん、それをなんとか振りほどいた井上です。まずはステップを踏んで距離を少し取りました。八重ジャブ前後の動き少しずつ追い込んでいく、相手のパンチをガードした井上左フック、すでにガオフラちゃんの右の方のあたりが赤くなっています。右ボディストレート井上です。素早い前後の動き、左ストレート一発失神、ナックアウト、意識が飛んだ。タイの2階級チャンピオンガオフラちゃん、強かった。まだ1ラウンド1分以上だけ残っているが、レフェリーが試合を止めました。テクニカルナックアウト、怪物井上尚弥、デビュー戦は4ラウンドナックアウト。この第2戦はタイの2階級チャンピオンを相手に1ラウンドテクニカルナックアウト勝利。アマチュア7冠、19歳の行く先は果たしてどんな栄光が待っているか。昨年はオリンピックの夢破れプロ転向、そして10月にデビュー戦、2010年は内容の濃かった1年、今年は日本東洋のベルト、そして世界挑戦を口にしています。井上尚弥、史上最短井岡越えを狙う6戦目では世界ダッシュを公言した井上尚弥、1ラウンド1分50秒ナックアウト勝利。佐藤さん、はい、どんな試合をと想像する前に試合が終わってしまいました。一言お願いします。いや、非常にいいパンチでしたね。生で見てて、音聞いてても音が違いますから、パンチの強さが分かりますね、はい、それではその井上の声です。Thanks for watching and remember to subscribe our channel.